IP アドレス枯渇問題 IP アドレス枯渇問題 IP アドレス枯渇問題とはインターネットの発展に伴い浮上してきた問題で現在使用されている IPv4 というプロトコルでは近い将来に IPv4 にアドレスが不足してしまうことが予想されている事態を指すインターネット上のノードは IP アドレスによって1位に区別される IANA インターネットアサインドナンバーズオーソリティの管理する IPv4 アドレスは2011年2月3日に枯渇した。現在はリアー、地域インターネットレジストリが管理する在庫を割り振っている状態である。各リアーの最後の1ブロックは IPv6 への接続性の確保や既存のインターネット接続を維持する目的で限定された条件で割り振られるので自由には取得できない。 2011年4月15日には他のリアーに先駆けてアプニックの IPv4 アドレスの在庫が8ブロック換算で1ブロック未満となりアジア太平洋地域では IPv4 アドレスの在庫は事実上枯渇した。また2012年9月14日にはリペ、NCC でも最後の1ブロックからの割り当てが始まった。2015年9月24日には アリンの在庫も18の4分の1を切り、枯渇した。IPv4 のプロトコルで通信を行うには、通信を行う送信元と受信先が1位の IPv4 の IP アドレスを割り当てられていることが前提となる。そのため、IPv4 の IP アドレスが枯渇し、新規に割り当てることができなくなれば、新規にサーバーや端末などをネットワークに、 追加することができなくなる。これは新規のユーザーがインターネットに接続できなくなったり、インターネットでビジネスを行うために新しいサーバーを設置できなかったりすることを意味する。限定された通信だけを行うのであれば、 ローカルな IP アドレスとグローバルな IP アドレスを使い分ける n a p と、IP マスカレード等の技術によって回避することが可能であるが n a p とはインターネット上のサービスを指定するポート番号を他の目的に流用するやり方でありネットワーク上を流れるパケットを書き換える行為なのでセキュリティ上の問題があるまたネットワーク上で IP アドレスによって 通信相手である相手のノードを1位に指定できないという問題は依然として残っている。IP アドレス枯渇問題はインターネットが誕生した時から潜在的に存在していた。3 2ビットの IP アドレスでは2の32乗イコール約43億の IP アドレスしか管理できないという考えは将来に起こりうる代として提起されはしたが、実際に 深刻な問題としては取り組まれなかった。つまり、当時から IP アドレス枯渇問題を回避するための技術を用いることはできたかもしれないが、1980年代以前の考えではそこまでの機能を持たせるだけの必要性がなかったのである。プロバイダから契約者へのルーターに配布される IP アドレスの種別がグローバルアドレスから ISP シェアードアドレス。 r f c 6 5 9 8 1 6 4 1 0またはプライベートアドレス RFC191810 8172.16 12192.16816になる場合があるプロバイダによってはグローバルアドレスを使用し続けるには追加料金が発生する場合がある IP アドレスの種別を変更するのは 限られた資源である IP アドレス、IPv4 の個別ユーザーへの配布をやめることにより、新規のサーバーに IPv4 の IP アドレスを割り振ったり、将来の接続ユーザー数の増加に対応したりするためである。例えば、すでにユックは IMAX では約款を修正し、IPv4 のグローバルアドレスではなく、プライベートアドレスを配布することがあることを明示している。 場合によっては、ISP シェアードアドレスや、プライベートアドレスを使いたくない場合、IPv6 を使わざるを得なくなる場合も生じ得る。これによって、次のような影響が生じる。日本においては1990年代後半に、起こった爆発的なインターネット接続の普及なども、あり、プロバイダは接続者ごとに固定 IP アドレスを振る、本来的な方法ではなく、 接続中だけいずれかの IP アドレスが振られる動的 IP アドレス割り当て方式を採用した。そのため一般ユーザーはサーバーを公開することが難しくなり固定 IP アドレスサービスは多くのプロバイダで追料金が課されるようになった。さらにブロードバンドインターネット接続の先駆けとして登場したケーブルテレビインターネット接続ではローカル IP アドレスしか割り当てない方式が一時、 主流取った。このような環境下では、ウェブ閲覧、メール、FTP などの特定の通信以外での使用は多くの場合厳しい。また JPNIC、日本ネットワークインフォーメーションセンターなどが、アドレス空間の割り当てを審査するなど割り当て方法を厳格にし、無用な割り当てを行わないようにした。現在、国内のプロバイダは、IPv4 アドレス枯渇対応タスクフォースの アクションプランに沿う形で2011年4月に NTT が予定している NGN の IPv6 でのサービス開始をマイルストーンとして IPv6 によるインターネット接続サービスの提供を本格化しようとしている。ただし既存の IPv4 によるインターネット接続サービスを今後どのようにするかについてはプロバイダごとに対応が異なり不明な点が多い。 総務省は2010年4月に ISP の IPv4 アドレス在国活対応に関する情報開示ガイドラインを公開した。このガイドラインに従って日本国内におけるプロバイダー各社の対応についてはインターネットプロバイダー協会 JIPA ISP の IPv6 対応についてでまとめられている。2005年2月 ジャナのメーリングリストで126.00.08126.00.0から126.255255.255の範囲の IP アドレスのことで理論値で最大1658万1375個割り当て可能という大量の IP アドレスがソフバンク参加の BB テクノロジーに分配されたことに ついて疑問を呈するメールが投稿された。その時はソフトバンクは大量に IP アドレスを使っているアプニックは太っ腹だ程度の認識であったがこの IP アドレスを割り当てたのはアプニック翌3月に JP ニックの IP アドレス担当理事である前村正樹が日経 BP 上で IP アドレス枯渇問題は依然として損するが 以前の観測よりは増加ペースが落ちており、アプニックが処理したことではあるが、126.0、0.0、8割当ては妥当であったという旨の発言をしたため、事態は一変、じゃが ML 上で、今まで IP アドレスを出し渋っていた JP ニックに対して一斉に批判がなされた。これらの批判は、一方で IP アドレス枯渇問題による IP アドレスの回収を行っていながら、 もう一方で、j e p n i c が管理する IP アドレス、2005年2月段階で2906万7520個の過半数の IP アドレスを割り振ったことに対する矛盾を問う批判である。それまで、比較的自由に取得できていた IP アドレスが、プロバイダ経由かつ限定的にしか取得できなくなったことに対する不満が騒ぎをより大きくした。当時、j p ニックは、 組織改組に伴い管理を一元化するとともに IP アドレス枯渇問題に対応するために24などの単位で必要以上に分配されていた IP アドレスを回収するとともに新規割当て条件の厳格化をしていたこの IP アドレスの回収に伴って分配される IP アドレスの数の減少と回収される IP アドレスの数の増加による相乗効果で 全体としての分配済みの IP アドレスの増加ペースが落ちているように見えていた。アプニック及び J ープニックは以下の見解を公表している。中、J ープニックは独自には IPv4 にアドレスを持たず、アプニックからの割り振りを仲介している。そのため、J ープニックの管理下における IP アドレスの移転を除けば、アプニックと同様に一会員。 新規及び既存につき22を1ブロックという非常に限定された割り振りしかできなくなる。現在、アドレス空間の桁数を増大させた IPv6 が普及しつつある。詳細は IPv6 の項を参照。しかしながら移行する方式によって問題点がいくつかある。なお、IPv6 の導入方式は、 プロバイダ及びネットワークの接続経路に依存するため、エンドユーザーが自由に選択することはできない一部の例外を除く。休眠中の IPv4 アドレスの有効活用を目的として、事業者間の IPv4 アドレスの使用権の譲渡に関するポリシーの見直しが行われ、2011年8月1日から IPv4 アドレス移転制度を施行した。JPNIC で 実施されている内容は以下の通りである。しかしながら、これまでの経緯からすると、日本国内における該当する IPv4 アドレスの使用権の保持者は、未使用の IPv4 アドレス空間を提供する意思がほとんどない。IPv4 アドレスが枯渇し、必要になった時に追加取得することが困難になった。現在では、この傾向はより強くなっている。j p ニ i が 2004年から2006年にかけて、インターニックやジャニックから割り振られた指摘、p イプロバイダーインディペンデントアドレスの割り振り先組織の明確化を行った際に、すでに休眠中の IPv4 にアドレスの回収を行っている。105組織319488個の IPv4 にアドレスを回収。その後、 日本国内で IPv4 アドレスの使用権の保持するためには j e p n i c が認定した指定事業者、プロバイダーから有償で借り受けるのが一般的であり IPv4 アドレスを保持し続けるとコストがかかるようになった。そのため使用計画のない休眠中の IPv4 アドレスはほとんどない状態になっている。j p n i c の管轄外からの IPv4 アドレスの 供給元として、歴史的背景から休眠中の IPv4 アドレス空間を多く抱えているアリン。北米地域担当の地域インターネットレジストリが期待されるが、アリンは地域インターネットレジストリ間での IPv4 アドレス空間の移転に否定的であった。しかし、2013年6月3日以降は、j p ニックだけでなく、アプニックやアリンの管理下にある IPv4 アドレスも、 移転能となり、2014年4月30日には、世界初のリア間の IPv4 アドレス移転が、アリン内の利用者から、アプニック配下の JP ニック管理下の利用者に行われた。実績としては、IPv4 アドレス移転制度が開始された2011年8月1日から2012年6月末までの11ヶ月で、移転された IP アドレスはたった30件しかない。 傾向としては、資本関係があるグループ企業間の移転か、エンドユーザーからそこが利用している ISP やホスティング業者への移転が多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。